どういうことだ。あの猫耳はバルマ。お前みたいな獣人の平民がなんで A クラスなんだ。公爵家の僕の方が A クラスにふさわしいのに。そうだそうだ、今すぐ帰れ。お前がこの学園に入学してなければ僕が A クラスだったはずだぞ。すぐに退学してしまえ。入学初日に何絡んでいるのかな。この学園は貴族も平民も平等のはずだけど。それは上級貴族の僕には関係ない話だ。お前はか怪談者か。どういうこと。この学園は上級貴族でもそんなことを言う権利はない。それなのに、それにその子は僕の知り合いなんだけど。知り合い。そうだよ。怪談者、あなたも貴族なのに、なんで貴族の味方をしないで平民の肩を持つんだ。僕は貴族も平民も関係なく、ただ友達の肩を持つ。ふん、公爵家より平民を選ぶなら父上にも話してその平民の家ごと潰してやる。潰すだと。あら、何を潰すのかしら。シルク城。お話を聞かせていただこうかしら。セルシア王女で。国民あっての貴族ですのに、その発言は問題ですわね。お父様にも報告が必要かしら。いや、先を。国民あっての貴族ですのに、その発言は問題ですわね。お父様にも報告が必要かしら。いや、先ほどの言葉は間違っておりました。申し訳ありません。謝る相手が違います。まずあなたが絡んだ相手に謝る必要があるのではないでしょうか。この度はすまなかったバルマ、気づくのが遅くなってごめんね。いえ、ありがとうございます。カイン様とご一緒の学校でよかったです。同じクラスになれなかったのは残念ですが。うんうん、A クラスでも十分すごいよ。わからないことがあったら教えるから気軽に声をかけてね。はい、よろしくお願いします。ちょっとカイン様、よろしいですか。随分と仲がおよろしそうですが、これはお話が必要かしら。カイン君はそこで正座して待っててね。え、正座。いいから、せいざ。はい。お話よろしいでしょうか。はい。一体何の密談が。意気投合してる。謎の同盟結成なのか。って、いつまで僕はこの状態なの。